何年無理になりますか。91年からですから。アレルギアですか、だから9年ぶり。9年ぶり、懐かしいですね。エンジンかけてみてください。行きましょうか、懐かしいな。これ僕たちの汗が染み込んだシートですよ。あ、ちょっとそれでちょっと一発エンジンかけてみましょうかね。狭いからでも軽やかですね。かけますよ、すごいこの迫力は。いい音でしょう。いやー本当にどぎもを抜かれた、ね、すごい。松田さん久しぶりに音聞いたけどいいね、やっぱりすごいね、こんな高いと思わんかった、ロータリーはいいね。やっぱりこのロータリーのエンジンの音って特別ですか。こうエンジンがね鳴くような音が聞こえるんですね。ですからミュージックだと思いますね。だから遠くからその300キロのスピードでずっと近づいてくるときに、ずっと音がだんだん大きくなって、でまたずっと消えていくのもまさにミュージックですよ。やっぱりこのルマンで優勝できたことのですね一番の理由は何だと思いますか。でそれはやっぱり何回も何回も出て人のこう土俵を借りて何回も何回もあのレースに苦労しながら出て、やっぱり風が吹いたんですね。